こんにちは、料理ブロガー筋肉料理人の藤吉和夫です。今日は鶏胸肉とブロッコリーのカリーブルスト風を紹介させていただきます。カリーブルストは、ソーセージとフライドポテトですね。これに、カレー粉とケチャップをかけたもので、ドイツの定番居酒屋料理みたいなものです。それを今日は、ソーセージの代わりに鶏胸肉を使って、より高タンパク質、そして、フライドポテトの代わりにブロッコリーを使うことで、野菜をたっぷり摂れるヘルシーな料理に、アレンジします。そしてフライパン一つで作れるのでとってもお手軽に作れます。まずは材料です。ブロッコリーです。ブロッコリーを洗ってから切ります。ボウルに水を入れます。そして、ブロッコリーのこの茎の部分を持って水につけて振り洗いです。小房に切り分けます。こういう葉っぱがついていた軸ですね、これは、切り取ってもう捨てちゃいます。食べられるんですけど、味が今一つよろしくないです。房の根元から、切り落としていきます。こう回しながら、で最後は切り落として、あとはですね、食べやすくするように、この軸の部分ですかね、軸の部分をに切れ目を入れて、あとは手で裂きます。こういう大きな房も、軸に切れ目を入れてそこから裂きます。そうすると、この先にあるこのつぼみの部分ですね、このつぼみの部分が飛び散りにくいです。切り口を見ると、内側にこの筋が入っているのが分かります。でこの筋が硬いのでここまで切り取ります。筋を削ぎ取るように切ります。ちなみにこの筋はこの根元の方に、強い筋があって、穂先の方には、あまりありません。ですので、根元の方を分厚く切り取ります。筋を切り取ることで、この茎も美味しく食べられます。で筋を切り取ったら、1センチ弱ぐらいの厚みに切っておきます。こうすると熱が入りやすいです。鶏胸肉を切ります。鶏胸肉は、皮付きのまま使います。15ミリ角ぐらいの、棒状に切ります。最初は、15ミリ幅ぐらい、もう大体で結構です。もう大体です。そして、この分厚い部分ですね、半分に切ってこんな感じで、棒みたいな形にします。で皮が外れても、大丈夫です。皮も一緒に、焼くときにくっつけて焼きます。切ったら、ポリ袋かボウルに入れます。切った鶏胸肉に、身近な調味料を使って下味と、加熱しても固くならないようにします。片栗粉です。日本酒です。鶏胸肉に片栗粉と日本酒を揉み込むことで、加熱しても固くなりません。鶏ガラスープの素、旨味です。そして醤油、おろしにんにくチューブで大丈夫です。黒胡椒、風味付けです。塩として揉み込みます。下ごしらえができたのでフライパンで焼いていきます。フライパンにオリーブオイルを引きます。鶏胸肉を、この上に広げていきます。皮が外れているのがあるのでそれはくっつけます。身にくっつけて皮を下にして入れます。大概も大抵この皮が外れているので、身にくっつけるようにして、そして、皮がついている方を下にして入れます。
鶏胸肉を入れたら強火にかけます。そしてジュージューという音がしてきたら、焼き目がつくまで焼きます。焼き目がついたら返します。そして反対側にも焼き目がついたら、肉を端に寄せます。空いた部分にブロッコリーを入れます。ブロッコリーを入れたら、カップ4分の1の水を注ぎます。そして蓋をします。このまま、2分ほど蒸します。ブロッコリーは茹でるよりもフライパンで蒸し焼きにした方が美味しくなります。焼き目をつけた鶏胸肉も、蒸すことでよりふっくらジューシーに仕上がります。そして、フライパンに水分が残っているのでここで飛ばしてしまいます。この水分が飛んだら皿に盛り付けます。ブロッコリー用のソースを作ります。マヨネーズ大さじ1、そしてヨーグルト小さじ2です。砂糖をほんの少し、そして塩です。塩もほんの少しです。カレーパウダーです。混ぜます。これにケチャップとカレー粉をかければ出来上がりなんですが、今日はですね、一工夫してより美味しくします。同じフライパンにケチャップ大さじ3を入れます。そしてバターです。バターは大さじ1です。火にかけます。バターを溶かしながらケチャップとバターを混ぜ合わせて焼きます。こうすることで、ケチャップにですね、マイルドなコクが入ります。でケチャップは酸味がありますけど、その酸味の角が取れて本当にコクが出て美味しくなります。こうやって沸騰させることで、バターが乳化されてですね、乳化されてケチャップにしっかり溶け込みます。そうするとこのケチャップにですね、コクが入るんですよね。もうこのくらいで大丈夫です。火を消します。でこれを、鶏胸肉にかけます。焼きケチャップをかけます。仕上げにカレーパウダーをお好みで振りかけます。鶏胸肉とブロッコリーのカリーブルスト風の完成です。完成したので試食してみます。いただきます。しっかり焼き目のついた鶏胸肉が、焼き目の美味しさと、そして中はふっくらジューシー、これに、ケチャップとカレーパウダーがついて、カレーパウダーのこの、カレーの刺激ですね、刺激、そして、ケチャップの酸味と旨味、これですごく美味しいです。本物のカリーブルストも美味しいですが、鶏胸肉とブロッコリーのカリーブルスト風もとても美味しいです。鶏胸肉とブロッコリーで作ることで、まずコスパが良く、そしてタンパク質をたくさん取れます。で、カレーパウダーですね、カレーパウダーの刺激で、今年のこの暑い季節ですね、暑い時にも食欲が出てもりもり食べられます。鶏胸肉とブロッコリーのカリーブルスト風、
ぜひお試しください。